コメント欄からご質問を頂戴しました。壁などの描画という関数名はなぜ C 言語なのに日本語の表記ができるのですかとのお尋ねです。こちらの動画なんですけれどもね、関数化特定の範囲を抜き出す知恵袋のご質問へのお答えとして作った動画なんですね。こちらのご質問です。そしてプログラムはこちらです。壁などの描画っていうこの関数、確かに日本語の表記を関数名として用いています。で、まあ、この動画内でも実際にビルドしたかと思いますが、全く問題がないわけなんです。これでエラーも出ません。さてこれね、一体どういうわけなのかと。確かに関数名に日本語の表記ってあんまり見ないですね。やってる人がそんなにいないんじゃないかなと思いますね。私はじゃあ業務でね、仕事でどうしてんのかと言いますと、まあめったにやりません。ほとんどやらない。これはですからね、ご説明の中で、要するにその何か英単語ですとか、あるいはローマ、日本語のローマ字表記ですとか、そういうもので関数名や変数名を書くという、そのやり方を別にしなくても、ご説明がしやすい。あんまり無理に変数名とかね、考えなくても。まあ、特にご質問におきましては、ご質問なさっている方の表現、ご質問の文面に現れている言葉、それをそのまま用いるということでやらせていただいております。いやしかし本当はダメなのにやっちゃってんじゃないのというふうにね、そういうご心配もあるかと思います。その辺について規定はどうなっているのかをお話ししたいと思います。こちらがその規定です。cppreference.com という、普段 C++ のですね、いろんな情報をこちらのサイトを読んでいるんですけれども、これは C 言語の規定なんですね。アイデンティファイアと書かれてますのは、識別子と言います。識別子とは、関数名や変数名など、そういう名前のことなんですね。で、ここに書いてますが、アイデンティファイアというのはどういった文字で書けるのかという中に、ユニコードキャラクターズスペシファイドユージングバックスラッシュ U、延期語、日本語の場合ね、そういうエスケープノーテーションで、ユニコードの文字書けるんですよという、これね、見たことないけど、まあ、できるんですよ。C99 から C 言語の1999年版規格からそうなってますってことですね。それからここのね、囲みの中ちょっと見ますと、 It is implementation defined っていうことです。 implementation って言いますのは、 C 言語の規格にのっとって C 言語コンパイラーをそれぞれが作りますよね。マイクロソフト社がビジュアルスタジオの中の C 言語コンパイラーを作るとか、そこでの定義なんだと。つまりコンパイラー次第ということですね。コンパイラー次第で、何がコンパイラー次第なの？ローユニコードキャラクターズ、not escape と。ここですね。このさっき言いました、そのバックスラッシュ U と書いて、16進数によって表記されたユニコード文字を、この場合ポインター変数名にしてるでしょ。それが C99 では supported。それはだからインプリメンテーションディファインドじゃなくて、全般的に C99 ってことで、 C99 からはこうやってよしとなったと。だけどこの猫の絵文字、これはそのエスケープとじゃないわけですね。ここのローって書いてます。エスケープとされてない、そういうユニコード文字、それはインプリメンテーションディファインドなんですよ。 C ラングでは works、うまくいくんだけど、 GCC prior to version 10、 バージョン10より前の GCC だとうまくいかないからねって書いてますね。これは C++ の規定です。ここで注目したいのは Note のところで、 C++ grammar formally requires Unicode characters to be escaped、まあ、この C++ の文法としては、 escaped じゃないとダメですからねっていうふうになっている。じゃあ漢字が使えないのかというと、 but due to こういうわけで、トランスレーションフェーズ1により、まあだから漢字使いますよ。トランスレーションフェーズ1というものがあるので、それによって漢字
日本語表記が使えますよというふうに C++ の規定はなってますね。トランスピレーションフェーズ1とは何でしょうかと、2番漢字ひらがなみたいな、そういった文字はコンパイラーの内部で第一段階の処理においてエスケープしてくれちゃうんですねという、そういうことなんです。なので文法上エスケープしてなきゃダメですよとしておきながら、だけどフェーズ1でこうすることって決まってるので、まあ、実質日本語の文字使いますよというような、まあだから C++ の方は厳密に使えますよと、そういう書き方では、ビジュアルスタジオの C 言語コンパイラー実際に使えてるんだけど、マイクロソフト社はどのように規定しているんでしょうか。 C 識別 C って書いてまして、まあざっと読みましたけど書いてないです。だからインプリメンテーションデファインドなんで、マイクロソフト社がこうだって規定してくれればいいんだけど、まあ書き忘れでしょうかどうかわかりませんが、まああるいはどっかに書いてんのかもしれませんね。それはそうと、ビジュアルスタジオについている C 言語のコンパイラーで、実際に2019は大丈夫だけど、もっと古いバージョンですとね、どうなってるのかなとふと思いました。早速調べてみたいと思います。ビジュアルスタジオ2013です。ビルドしますが、はい、問題ありませんね。ビジュアルスタジオ2012です。あら、エラーが出ましたね。しかしこれは別の話でした。変数の宣言がこんなところにあるわけですけども、ちょっとね場所が悪かった。スイッチ文の上に持ってくれば大丈夫ですよ。スイッチ文かどうかは関係なくて、文ステートメントの上にあることが必要となります。もう一度ビルドします。さらにエラーが出ていますが、あ、これね、これはご質問の中のプログラムで、やはり新しい C 言語のね、新しい表記で構造体のメンバーの X に Y に値を設定と、こういうね書き方がされている。そこに対応できなかったと、まあビジュアルスタジオ2012の C 言語コンパイラーにおいては、関数名が漢字という点は問題はなかったんだけども、まあ、この辺の構文、新しい、まあ、これも C99 でしょうか、新しい表記に追従ができていなかったということです。ビジュアルスタジオ2010です。こちらでも試してみたいと思います。まあやはり同じですね。関数名が漢字だからといって別に困ってはいないんだが、その他の新しい表記に関してエラーになると。ビジュアルスタジオ2008です。はい、こちらもやはり同じですね。関数名が漢字ということは特に問題はない。ビジュアルスタジオ .net 2003です。あ、なるほど。ビジュアルスタジオ .net 2003におきましては、関数名が漢字であることによりエラーが生じているように見受けられます。多分ビジュアルスタジオ2005からかな、大丈夫になったのは。2005のインストール環境、ちょっと今すぐには用意できないもんですから確認をしていないんですけれども、これはですから想像ですけどね。はい、そんなわけです。はい、そんなわけで今回ご質問を頂戴いたしまして、ご説明を試みたんですが、果たして十分だったでしょうか。まずそのコンパイラによってですね、コンパイラ個別のその実装ですね、それによって可能であると規格では定められているわけです。ビジュアルスタジオの C 言語コンパイラに関しましては、まあ、今回確認ができたのはビジュアルスタジオ2008で、おそらくは2005から大丈夫なんじゃないかなと。で、ドットネット2003では文字コードがもうダメですねと、そういったエラーが出てきたということです。ビジュアルスタジオ以外の C 言語コンパイラー、それぞれやっぱりね実装状況があろうかと思います。まあ、あとは冒頭付近で申し上げましたけども、個人的なこの実際のねプログラミングの場面におきましては、何て言いますかね、保守っていうかな、メンテナンスね、
その辺のこともまああるし、日本語表記をプログラミング内にですね、使うこともない、まずない、ほとんどない、全くないとは言い切れないんですけども、ほとんどないですね。しかしこれもね、どうでしょうね、将来的にはちょっと変わってくるかもしれないなと、自分自身で思っていたりします。と言いますのも、ファイル名ってもう今ね、だいたい日本語で書いて普通じゃないでしょうかね。これももともと日本語は使いませんでした、ファイル名にね。それがだんだん使えるようになってきて、ただしかしね、これね、今現在でもソースファイルの名前、ヘッダーファイルの名前、プロジェクトファイルの名前とか、この辺りに日本語を使うことは、まだないんじゃないかな。まだないというか、もうめったにないんじゃないでしょうか。そうすると識別しに日本語というのも、まだやっぱり当面はないのかな。そんな気がしております。しかしね、やはりご説明には非常にこの都合がいい、分かりやすい、コメントで書くよりももうはっきりしてますからね、関数名変数名にそのまま書くというやり方なので、ご説明におきましては今後とも日本語の表記を関数名変数名に使っていきたいなと考えております。以上になります。ご覧いただきましてありがとうございました。またですね、いろいろなそのご質問、疑問点ありましたらですね、コメント欄にお寄せいただければと思います。これで終わります。